ストレートで攻めるという単調なピッチングになったところですね、はい、そこを狙われましたね、はい、まあ、特にあの2回かなという気持ちもありますけれどもね、江川に対して初球をど真ん中に投げていたというのはね、攻め方間違えてると思うんですね、まあ、野手の時に残しておこう、1点グラブを出すというぐらいのまだそのツッコミがないとね、江川が粘ってます。